はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、また雑談動画ということで、やっております。今日も雑談動画やっております。ですね、今日は、今日は10月の20日ということで、今週ね、東京モーターショーがあります。それにね、プレスとして、行かせていただくんですけども、それがね、23日になりますね。で、一般のね、公開が、24日のお昼からかな、まあ25から普通に入れるんでしたっけ、なんかそんな感じなんですよ。で、まあ今回初めてね、プレスで参加するということでね、ものすごいね、楽しみにしております。で、今回のね、私の中での目玉なんですけども、やはりね、ホンダブースの、ホンダフィットの新型が、23日に、まあ、発表されるということで、まあそれをね、命番に撮影して、アップロードしようかなと思っております。今ね、ホンダのホームページ、こんな感じでね、フィットのね、もうシルエットが、出てるんですけども、中でもほとんどわかんないですよね。ただのね、影なので、まあこれなんか、まあフィットっちゃフィット。なんかね、普通のシルエットになっちゃったんですけど、まあこれが一体どういったものかというのが、まあ今度の23日にお披露目ということですね。で、今度ね、外資はね、結構エントリーが少ないということで、まあ、ちょっと規模的には縮小なのかなと思ってたんですけども、いや、全然そんなことなくてね、今度の、東京モーターショー2019年のやつはですね、なんとね、3つのエリアに分かれます。青海エリア、有明エリア、そしてそれをつなぐね、オープンロードと。いうことで、ものすごいね、会場が広いんですよね。通常であればね、東京ビッグサイト、ちょうどね、あれ、有明エリアになりますね。そちらでしか、まあ、それとその周辺でしか開催の方をしてなかったんですが、今回、お台場のね、メガウェブの方ですね、それの青海エリアまで、広くなってるということで、場所によってはね、無料で入れるところもあります。なので、まあ、車好きのお父ちゃんと、そうでないお母ちゃんと、その子供たちもね、オープンロードとかね、結構楽しくね、遊べると思うんですよ。各種イベントも取り揃っておりまして、まあ、芸能人とかね、イベントで来られるみたいで、家族で来ても楽しい、東京モーターショーということに今回なってますね。オープンロードね、電車、まあ、バスがあるのかな？バスがあるんですけど、まあ、あえてね、徒歩で歩いて行って、楽しんでもいいと思いますね。その間ね、電気自動車とか、あれ、電気バイクって言うんですかね。なんか、こう、ありますよね、こう。あと、まあ、試乗エリアとかね、いっぱい、楽しめるところが、今回は、モーターショー、あるということで、すごいね、幅広い年齢層に、まあ、楽しんでいただけると、いう感じの、ショーになってますね。で、朝がね、早いんですよ。ホンダが確かね、記者会見というか、その発表が、朝8時半だったかな。なんかね、とにかく早いんですよね。なので、まあちょっと22日のね、前乗りして、まあ近くにホテルも取ったんですけどね、そっから、まあ向かおうかなと思います。で、まあ車の他にもね、バイクとかもね、発表がありますね。ちょっとね、私気になってるのが、CT125?やったかな ?125 やね。ハンターカブですよね。昔ね、ハンターカブ、こんなの、売ってたんですけど、オーストラリアでまだ販売してたんですかね。で、もう日本では販売してなくて、すごいね、マニアの間では根強い人気でしたね。それがね、今回復活するということで、モーターショーでね、お披露目されるみたいですね。
ちょっとしたね、あの川沿いとかね、あのエアクリーナーがね、上の方についてるんですよね。なので水辺を走ってもね、大丈夫ということでね、まあ実際そんなとこ走らないんですけど、やっぱりあのちょっとクラシカルなデザインでかっこいいなと思っております。で、あとホンダで発表があるのが、アコードですね。この間アコードの最終形のモデルを、試乗してきたんですけども、まあそれの新しいのが出ると。パッと見はね、あのシビックとかインサイトとほぼね、なんかデザイン変わらないんですけど、まあそれのアコードが今回出るということで、まあもっとね、高級感のあるような仕上がりで、来ると思います。アメリカの方でね、もう2年前にはね発表されてるんですが、まあ日本では2年遅れということで、まあ日本バージョンでちょっとデザインも変わってくるのかなという感じもしますね。アコードでね、少し私気になってるのはあのマニュアルですね。なんとね、あのマニュアルが、アメリカの方ではあるということで、あのそれがね、あの日本でも出たらいいなと。しかもね、あの2リッターエンジンはシビックタイプ R のねエンジンをまあ改良してというか、まああのそれをセダン用に、パワー少しねダウンしてるんですけど、まああのほぼ同じエンジンが搭載されてるということで、すごいねやっぱハイパフォーマンスな、まあ元気なホンダが帰ってきたなという感じがしますね。で、あとホンダ E ですよね。完全にね電気自動車ということで、まあ小型車なんですけども、あのすごいねやっぱ内装がね、なんか近未来的なのかなと思ったら、結構クラシカルなデザインでね、まあクラシックと未来のデザインの融合という感じがして、なかなかねいいなと思いますね。小型車なんですけど、すごいねやっぱかっこいいなと、おしゃれに乗れるんじゃないですかね、ホンダ E。 はい、まあ大きくはね、この3台ということで、でこの間ね、マイナーチェンジしたフリードですね、それもまあ置いてあるということで、まあホンダブースが楽しみでしております。いや楽しみですよね、東京モーターショー。はい、というわけで、東京モーターショー2019年、今回ね幅広く楽しめるということで、いや楽しみですね。はい、というわけで今日はねこんな感じの雑談動画でした。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、東京モーターショーに行ってくるよっていう雑談動画でした。じゃあね、ボーイ。